はい、どうもこんにちは、フージフューチャーディレクターの自由人ヤマディです。今回もフージフューチャーやっていきたいと思っております。今回はですね、除草剤についてちょっと取り上げたいというふうに思っております。まあ、またちょっとこれはみんなで考えなければいけない問題かなというものが出てきました。題してですね、除草剤ラウンドアップはガンにならない、モンサント大勝利という、そういったテーマで今回はですね話をしていきたいと思います。ラウンドアップってじゃあ何かって言ったら、多分テレビで見たこともある人もあるかな、CM で結構ラウンドアップやっていたと思うんですが、除草剤ということでですね、まあもちろん農業の世界にも使われてるし、あとは家にある家のね庭とかの除草剤とかにも使われているものです。もともとはモンサントっていうアメリカのバイオ化学メーカーが作ったものなんですけども、今回ですねこのラウンドアップ自体がですね、実は結構昔から発がん性があるというふうに言われていたんですが、これがなんともがんにならないというところで決着がついたというところなんですね。ちょっと簡単にですけど説明したいと思います。ですね、今回はヤフーニュースとか BBC ニュースも含めましてですね、いろいろと調べてまいりました。2020年6月24日に、モンサントは買収したバイエル社、バイエル社でドイツの、会社なんですけども、バイエル社はですね、例えばアスピリンとかヘロインを、世に送り出した、そういった会社ですね。でバイエル社は、モンサント買収したんですけども、同社の除草剤ラウンドアップですね、はい、ラウンドアップですよね、これラウンド1じゃないですかね、ラウンドアップですからね、これ間違いないように、ラウンド1ボーリングするとこですから、はい、まあ、やっぱりそうなんですね、ラウンドアップの発がん性というのは言われていた中で、これを使ったことによって、まあ、がんになったじゃないかっていうことを訴える人が多かったんですね。109億ドル、約1兆1600億円を支払うことで和解したと発表したということなんですね。まあ、やはりこのラウンドアップの、発がん性というものをですね、まあ、非常に、世界も注目していたはずでした。ところが、まあ、現在でもバイエル社はこのグリホサートの発がん性を否定してるんですね。まあそれはそうですね、自分のところの商品が発がん性あるなんて堂々となかなか言えないじゃないですか。タバコはね堂々とそれを今もう告知してても、ここはちょっとねオブラートに黙っていなければいけない、包み隠さなければいけないポイントなんだろうなというふうに思いますが、グリホサートっていうのはですね、まあラウンドアップの主成分です。まあこの発がん性を否定してると。でアメリカ環境保護局も、この見解を支持しているというところなんですね。でこれにですね追随した形で、アメリカ地方裁判所がカリフォルニア州当局に対し、ドイツ製薬大手バイエル社の、除草剤ラウンドアップに発がん性物質が含まれることを示す警告文の表示を永久的に禁ずる判断を下したというふうになっています。でこれ何のことかというところなんですが、まあ、ちょっと具体的にですね詳しく説明させていただきますと、まあ、先ほども言いました通り、もともとこのグリホサート系の除草剤というのはですね、発がん性の恐れをだいぶ指摘されていたんですね。で2015年に、WHO の国際がん研究機関がグリホサートを人に対しておそらく発がん性があると、いうことに分類したんですね。でそのためカリフォルニア州法によって、カリフォルニアの場合ですよ、これは発がん性があると判断した化学物質を含む製品への警告文の表示を義務付けたんです。ところが今回の判決はそのがんですね、発がん性を否定しちゃったんですね。まあ、正確に言うならばその表示義務を否定したんです。表示すんなという話ですね、簡単に言えば。でアメリカ環境保護庁や、WHO の別の機関など世界中の規制当局がグリホサートの発がん性、グリホサート、先ほども言いました、ラウンドアップの主成分です。グリホサートの発がん性を、示す証拠は不十分あるいは存在しないと
というふうに言い切ってしまっています。なのでカリフォルニア州は警告部の表示義務を課すことはできないと判断、そしてカリフォルニア州の異議を退け、この命令を永久的なものとしたというふうな内容になっています。これはね、本当に覆っちゃいましたね。表示、そういった危険なものは表示しなければいけないと言ってる中で、まあこちらの内容ではそれがもう覆ってしまったということなんですね。そこにかけたお金が1兆1670億円をこう払って決着させるというと、原告の 75% のほか将来の潜在的な原告と合意したそうである。ただし和解が責任や過ちを認めるものではないとし、今後もラウンドアップの販売を継続する、バイエールにとっては長期的な勝利になるだろうということですね。要はもう金払って何とかもう和解させたって話ですよね。これはそうしたらだってね、もう自由にこれを使えるわけじゃないですか。で今回のこの件に関しては、すごいですね。まあもう金でねじ伏せたようなもんですよね、これね。でこのじゃあ判決が日本にどう影響するかっていうのは、まあ、正直まだ分かってはいませんが、日本でもグリフォサート系や時間場系の除草剤は使われていると。まあ、時間場っていうのはちょっと揮発性がちょっと問題なんですね。散布された土壌や作物からこう蒸発しやすいと。で、まあ、それがこう予測不能な方向へ拡散するから飛散してしまうので、まあその何て言うかな、周りの農作物とかを枯らしてしまうということが、起きているということなんですけども、まあ日本ではですね、もう一回戻ると、この何ですか、グリフォサート系や時間場系の除草剤は使われているんですが、科学的には人体の悪影響は否定されているし、残留性もほぼないとした、数週間で分解されるものが大半だからだと。だからまあ残留性も人体に残留性はあまりにもそこまで ないですよっていうのがこの見解ですね。もちろんその除草剤をね、完全に否定することはできないと思います。農薬 の散布っていうのはものすごく農家にとってはもう重労働ですから、別に除草剤を全否定はしないんですが、まあ今回の、ことに関して言うのであれば、もう要はこのグリフォサート系の除草剤は発がん性という言葉をもう口に出してできないよというようなもんですよね。そういうふうにして、まあ、臭いものには蓋をしてしまったというところなので、我々としてはもう一回この問題をちゃんと認識して、これはまた我々にとっても無関心ではいられない問題だなというふうに思います。ちょっとこの辺も含めて頭の片隅にでも入れておいていただけたらいいのかなというふうに思いますね。そしてやはりこういった問題、ただただ食べ物というのは何でも安くて美味しければいいよという問題ではないのかなというふうに思います。特にまあ小さなお子さんがいたりとか、するとですね、まあいろいろとそういったアレルギー等も含めて、病気等を含めてですね、ご苦労されているご本人と、まあ、ご家族もいらっしゃると思いますので、まあぜひともこの辺は今回に関してはその表示義務がですね、カリフォルニア州では課すことができないというふうになって、ひょっとしたらもうこのグリフォサート系は発がん性は大丈夫だよっていうような、まことしやかな話がどん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 日本にも広がってくるのかもしれませんね。これを危ないと見るか大丈夫じゃないかと見るかは、我々の皆様の判断に委ねられたということです。多少はないともね、こういったところにこう意識をしながら、そしてこういう社会を未来に残したいのかというところも踏まえた上でね、考えていってもらったらいいのかなというふうに思います。僕は正直言うとあんまり食べたくはないですが、でもまあ実際にね、スーパーに売ってる輸入品のものとかのね、そういったものを食べてればね、もう必然的に農薬も体の中に入ってきますから、なるべくその、例えばもう水だけはこだわるとか、なんか米だけはこだわるとか、ね、なんだろうな、調味料だけはこだわるとか、何でもいいのでね、何かそういったものをこうやっていくのがいいのかなというふうに思います。要は比率の問題なんでね、絶対農薬を体に入れちゃいけないってわけではないので、
あの農薬だらけの、ね、体にするのはちょっとあれなのかなと思うと、まあ、その辺はね、まあ、例えば無肥料無農薬だったりとか、まあ、オーガニックだったりとかっていうのをもうちょっと意識して摂取してもいいのかなというふうにも思いました。食の安全どうでしょうね。しっかりとみんなで考えていきたいですね。それではまたお会いしましょう。さよなら。